本学寺前駅は、岐阜県橋間郡竹ヶ原町福江町にあった、名古屋鉄道竹花線の駅。現在の竹花駅と橋間市役所前駅の間に存在した。駅名の通り、本学寺の南に隣接していた駅である。岐阜県統計所によると、年間乗車人員、放車人員は以下の通りである。駅の位置は、相当州本学寺の南に隣接していた。 竹花駅より新橋島駅方面へ約300メートル付近である。現在もプラットホームの痕跡が残る。本学寺は竹が花城城主の菩提寺であり、絵天井、雲流が有名である。この天井絵は1850年に描かれたが、1891年の農病地震で破損。1914年に復元されている。所属路線、隣の駅は、 営業時代のもの。AB、岐阜県統計書。岐阜県統計書。第45回第1巻鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在、国立国会図書館デジタルコレクション2020年4月26日、閲覧。岐阜県統計書。第40回第1巻。岐阜県統計書。第44回。ありがとうございます。